パリオリンピック2024レスリング女子53キロ級準決勝、大会13日目イコール日本時間8日シャンドマルスアーリーナ、レスリング女子53キロ級の藤波明理選手が準決勝でテクニカルスペリオリティで勝利をつかみ、試合後、金メダルへの思いを語りました。準決勝をテクニカルスペリオリティで快勝した藤波選手。会場に日本から多くの人が応援に駆けつけてくれたことに。 近くで応援してくれてすごく力になりますし、明日一番いい姿を見せられるように、明日もう一個気を引き締めて頑張りたいと思います、と言葉にしました。さらにこの日の試合前日、いつも通り楽しんでっていう言葉をかけてもらいました、と家族からはの言葉を明かすと、勝ち姿、オリンピックチャンピオンになる姿をせっかく来てくれたので見てもらいたいですし、みんなのために、自分のために、 必ずオリンピックチャンピオンになりたいと金メダルに向けて意気込みを語りました藤波選手の金メダルをかけた決勝は日本時間9日午前5時50分ごろから行われる予定です